こんにちは。僕たちはサンタクレーラーにいます。今日は居酒屋割烹レイチを紹介します。それでは入ってみましょう。今回のハローレストランはキッズスペシャル。レポーターを務めてくれるのはカイ君、サラちゃん、そしてお父さんのコウジさんです。サンタクララにある居酒屋割烹レイチからお送りします。もともとは、アメリカ人にやっぱりお寿司とか照り焼きチキンだけじゃない日本料理を伝えたいっていうのがあって、そうですね、ちょっと割烹っていうスタイルで、お店をやってますね。レイチで、料理とかにこだわってるのは、従業員みんながその一つ一つの仕事に責任を持ったり、細かいことの気遣い、料理に対する気遣いができればやっぱり美味しいものできるので、そういうところですね。それでは今回の一品、ごま豆腐を紹介していただきます。これが白ごま、いってないごまをずっとミキサーにかけてペーストにしてるんですけど、それと昆布の出汁と、あとはくず粉と塩と砂糖だけで、もともと精進料理の料理なんですけど、それをちょっとかつお節とかを入れて、精進料理じゃない日本料理みたいなのしてますね。でこれで昆布だしと、白いごまのペーストを混ぜて、白ごまの中のごまのエキスを昆布だしに全部移していきます。で15分ぐらい混ぜたら、これでそのごまのエキスだけを取るので、ごまの実、ごま自体は使いません。でここでよく絞って、この液に、ごまのエキスを、風味にする。でこれくずをいっぱい入れればすぐできるんですけど、くずをちょっと少なくして強火でずっと練っていくと、すごいもちもちしたごま豆腐になって、でごま豆腐って豆腐っていうんですけど、普通の豆腐はあれ大豆からできてて、で日本料理で豆腐って固めることを豆腐って言って、例えば卵豆腐とかああいうのとかも、ああいう豆腐の形になってるから卵豆腐って言ってる。このごま豆腐も一緒で、大豆は使ってないけど、ああいう豆腐みたいな形にするからごま豆腐って言ってる。そうそう、流します。型に流し冷やしたら完成。プルプルと弾力性のある食感、濃厚なだしの味と甘みのあるウニが口の中でとろけ、わさびがピリッと効いています。ほんのりとしたごまの香りに昆布だしの味わいがスッと広がり、お酒をちびちびと飲みながらいただきたい上品なこの一品。アメリカではお目にかかることが少ないこの料理は、レイチならではの味です。その他、お店で売っている本格手打ちそばもとても大人気です。カイ君、サラちゃん、おそばの味はどうでしょうか？おいしいね。ごま豆腐なんてベイエルでめったに食べられないものなんで、おいしいです。最後にオーナーから視聴者へのメッセージです。
夜はお酒を飲みながら、ランチは、楽しい定食を、食べに来てください。ベイエリアで本格的な割烹料理が食べられて幸せです。美味しかったです。また来たいです。リポーターはお父さんとカイとサラでした。バイバーイ。レイチは日曜定休、月曜はディナーのみ。246サラトガアベニューサンタクララ。詳細は東京テレビのホームページからご覧ください。 TTB ハローレストラン。今回は居酒屋割烹レイチを紹介しました。